負けられん。戦闘終了、先に進もう。戦闘終了。まだ負けられない。
それ。おやすみ、子猫ちゃん。おやすみ、子猫ちゃんたち。負けられない。
酔いしれたかな。これはジン様、グランアリーナへようこそ。一度中に入ったら試合終了まで競技場から出ないようお願いしているのですが、準備の方はよろしいでしょうか。かしこまりました。皆さんの控え室はそれで。おお、エステルちゃんたちだ。あ、ドロシーじゃない。お久しぶりっていうほどでもないですね。サイスで会って以来ですから。本当にそうだね。また生きて会えるなんて夢にも思ってなかったよ。エステルちゃんたち、攻防戦に乗って危ないところに行こうとしてたみたい。危ないところ？ほうほう、興味深い話だね。うわー、トロシー、その話はまた後ってことで。ほい、そういえばそこの人たち、どこかで見たことがあるよ。一度ボースの街でお目にかかったことがあるね。また会えて嬉しいよ。ユニークでチャーミングなお嬢さん。俺の方とは温泉の近くで一度すれ違ったことがあったな。あー、思い出しました。ワイン飲み逃げ事件の犯人さんと東方風の格好したクマさん。エステルちゃんたち、この人たちと武術大会で一緒に戦ってるの？うん、そうよ。こちらのジンさんにお願いして本戦から参加しているんです。そういえばドロシーさん、今日は取材に来たんですか？うん、昨日までは別の取材をしてたんだけどね。今朝ナイアル先輩に会って、エステルちゃんたちが武術大会に出てることを教えて。でも先輩が言ってた通り、かなり強そうなチームみたいね。これはいい写真が撮れそうかも。期待してるわ。あれ、そういえばナイアルは一緒じゃないの？うん、なんだか大事な調べ物があるみたいでね。昨日は徹夜で資料と格闘してたみたいだし、今日は昔の知り合いと会って話をするんだって。そっか。あ、そうそう、先輩からエステルちゃんたちに伝言があるの。今日の夕方くらいに編集部に来てほしいんだって。なんか大切な話があるみたいよ。うん、わかった。試合が終わったら伺います。大切な話、
なんだかお安くないね。気になるな。コロコロウニャーン。ちょっとダメだってば。オリビエには関係ない話なの。ひどいわエステル君。昨日はあんなに激しく過去試合で燃えたのに、必要がなくなったらゴミのように捨てるのね。だから誤解を招く言い方はやめい。はあ、エステルちゃんいつの間にそんな大人に。あんたも信じるなっちゅうの。あ、それじゃあ私撮影ポジションを確保する。エステルちゃんたちのこと。なんというかユニークなジョーちゃんだな。ふう、オリビエとドロシーが揃うと二乗で疲れるような気がするわ。試合前の緊張がほぐれたということで。ドロシーさんはカメラマンとしてかなりの腕の持ち主みたいですよ。最近のリベール通信の写真は彼女が撮ったものばかりだそうですから。ほう、そりゃすごいな。だったらそのカメラの前で無様な戦いは見せられねえな。うん、確かに誰と当たるかは分からないけど気合を入れるしかないわね。すぐ試合が始まるのにもう一組のチーム来ない。確かに妙だね。事情があって遅れているのか、それとも。ほらキリキリ歩かないか。たくうるせえな。そんなにせかすんじゃねえよ。はあ、どうしてこんなことになったんだろうな。兄、気合を入れなよ。あいつらと当たった時にそんなことでどうすんのさ。あ、てめえらは。あなたたちのチームでしたか。道理で時間通りに来ないわけだね。ふん、今日のお相手はお前さんたちじゃなかったか。運が良かったね。あんたたちと当たったら今度こそそこの能天気女に思い知らせてやろうと思ったのに。あ、なんですって。こら、無駄口を叩くんじゃない。公爵閣下の恩情があって参加していることを忘れたか。まあまあ兵士さん、そう目くじら立てないでくれ。ここに連れてこられてから俺たちはおとなしかった。願わくばまた牢に戻るまでその態度を通してほしいものだな。あんたたちもこいつらとはなるべく口を聞かないでほしい。面倒を起こしてもらっては困るのだ。別に面倒を起こすつもりはないけど。分かってると思うが、競技場には一個中隊の兵が警備について。逃げられると思うんじゃないぞ。分かってますって。そんなバカな真似はしませんね。ふんだ、目障りだからとっとと行けば。このガキの挑発に乗るなよ。いいな、くれぐれもおかしなことを考えるんじゃないぞ。ねえ、一体どうなってるのよ。どうしてあんたたちが武術大会なんかに出てるわけ。デュナン公爵あたりに出場しろと言われたんですか。確かに俺たちを出場させようとか言い出したのは、その試合で勝つたびに刑を軽くしてくれるんだってさ。信じられないことするわね。法治国家とも思えないようなどうか。なんともお茶目な公爵さんだ。まあせっかくの申し出だ。刑が決まって無所に移される前にできるだけ稼いでおこうと思ってな。もっともそれだけが理由じゃねえけどよ。え、どういうこと。うっさいな。あんたたちには関係ないだろ。僕たちにだってそれなりの意地はあるんだよ。僕たちと戦うために参加したんじゃないとすると、特務兵たちと戦うためですか。なんで。その通りだぜ。あいつら味方のふりして俺たちのことはめやがったんだ。情報部とやらの勢力を拡大するための出しとして使い捨てやがったのさ。まあ騙された俺たちも間抜けといえば間抜け。それでもえげつなさ。
確かに、そう考えてみるとあんたたちも不憫よね。だから哀れみの目で僕たちに借りがあるくせに。え、あんたたちに借りって？この前の出来事さ、お前さんたちが要塞にいたことを連中に知られるとまずいんじゃないか。あ、連中への恨みがあったからてめえらのことは喋らなかったんだ。せいぜい感謝しやがれよ。確かに黙っていてくれたことは感謝します。なんだか面白そうな話をしてるね。どういう事情なのかお兄さんにも教えてほしいな。なんでもないってば。おっと、お取り込み中のようだがそろそろ始まるみたいだぜ。皆様、大変ながらこれより武術大会早速ですが、本日最初の南青の組、北赤の組、遊撃士協会来た。しかもカルナさんたちが相手だわ。強敵だね。僕たちがジンさんの足を引っ張らないようにしないと。そう慎重になることはないさ。お前さんたちの実力は十分声優劇士に迫ってる。あとは勝とうという気合だけだ。うん、頑張ります。いざ行かん、戦いの園へ。よしわ、新人君たち、やっほー。どうも先輩たち。胸を貸していただきます。不動の陣、あんたとは一度やり合ってみたかったんだ。どれほどの腕かこの剣で確かめさせてもらうぜ。いいだろう、こちらも全力で行かせてもらう。できれば決勝戦で戦いたかったものだが、ここで当たったのも運命だろう。片やベテランの遊撃士集団、片や注目の新人コンビと武術家ブレイサーと天才演奏家との混合チーム、どちらが勝つかはエイドスのみぞ知るだね。これより武術大会両チーム双方構え、勝負始め。これで終わりだ。はっ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 。お見せしよう、美の神髄を。はっ。それ。奥義。はっ。大神将。勝負あり、青の組陣チームの勝ち。異空洞の陣、まさかここまでの凄腕とは。お前さんたちもさすがに手強かったぜ。エステルたちがいなかったら俺の勝ち目もなかっただろうな。私たち勝ったの？うん、なんとか足を引っ張らずに済んだね。謙遜するんじゃないよ。
ジンの旦那もそうだが、あんたたちも十分手ごわかった。さすがはシェラ先輩の教え子だな。それにそこのお兄さんがそこまでやるとは思わなかったよ。お嬢さんの方もなかなかしびれさせてもらったよ。よければ試合の後にお互いの強さを称えて乾杯でも。いい加減にしときなさい。おお、やるじゃねえか。ああ、見ていて興奮しちまったぜ。悪くない試合だったじゃないか。ありがとう。どうしたの？あんたが褒めてくれるなんて。ひょっとして熱でもあるの？あんたみたいなアマちゃんを僕が褒めるわけないだろ。僕たちを追い詰めた連中に簡単に負けられると困るだけだよ。むっか、口の減らない僕っ子ね。まあまあエステル、どうもありがとう。いろいろあったのに僕たちを応援してくれたみたいだね。だから応援なんかしてないってば。続きまして、第6試合のカードを南、青の組、空賊団、北、赤の組。おし、とうとう来たか。あの黒坊主ともに目にもの見せてやる。こうなったのも何かの縁ね。応援してあげるから目いっぱい頑張りなさいよ。敵の隊長には気をつけて。彼さえ自由にさせなかったら勝機は必ずあると思う。うん、じゃなくて余計なお世話だよ。よっ、仮面の兄ちゃん、待ってたぜ。借りを返せる機会をな。あの工作には感謝しなくちゃいけないな。何がおかしいのさ。エレボニアの没落貴族、カップア男爵家の遺児たち、悪徳商人に領地を横取りされ、お家再興のために空賊家業、なんとも涙ぐましい話だと思ってな。てめえどうして知ってるんだよ。我々が所属しているのは情報部だということを忘れたか。我々への復讐など諦めて真面目に服役した方が身のためだ。どうやらお前たちは悪党に向いていないようだからな。なんだと？随分とまあさえずってくれるじゃないの。てめえなんざ動力砲の餌食にしてやら。これより武術大会本戦第6試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。そこ！
勝負あり。赤の組ロランスチームの勝ち。ああ、負けちゃったわ。途中まではいい展開だったんだけどね。あの赤い隊長殿が動き始めたら崩れてしまったね。そこの試練相手だな。あれで本気とも思えんし、いまいち実力が読み切れねえ。え、今ので全力じゃないの？多分違うよ。最後の技を放った後も気の集中が衰えていなかった。まだ余力を残していると思う。とんでもないわね。あの惜しかった。慰めはいらねえ。俺たちの乾杯だったぜ。くそ、俺のサポートが甘かったからだ。キール兄は悪くない。僕があいつの切り込みを崩せなかったからだよ。まあ仕方ないでしょ。勝負は時の運とも言うんだし、あんたたちの敵は明日の試合で。何？おいおい、随分簡単に言うじゃないか。そんな安請け合いできる相手じゃないと思うけど。ま、意気込みがないと勝てるもんも勝てなくなるからな。根拠のないところがまたエステル君らしいね。やっと終わってくれたようだな。ほら、グズグズするな。とっととハトバに戻るぞ。おいおい、冗談じゃねえぞ。戦ったばかりなんだから少しくらい休ませてくれよ。犯罪者の分際で甘えるな。ほら、さっさと来ないか。チッ。ああ、疲れた。おい、あんたたち。え？僕たちはもう明日はここに来られないけど、あんたたち絶対に勝てよな。あんなふざけた連中に負けたりしたら許さないからね。任せておきなさいってば。絶対に気はす。ほら、手間を取らす。今日もなんとか勝てたわね。明日はいよいよ決勝戦。激しい戦いに備えて英気を養う必要がありそうだな。そういうわけで今夜も酒場に繰り出すとするか。そう来なくてはお付き合いさせてもらうよ。なんか違う気がする。僕たちは用事があるので今夜も遠慮させてください。ああ、それじゃあな。明日の朝フロントで待ってるぜ。 Good night, my sweetheart。 さてと、ナイアルが待ってるはずだし、私たちは雑誌社に行こっか。そうだね。情報部のメンバーについて何か分かっているといいんだけど。お疲れ様です。何か依頼を達成した。
ああ、やっと来たか。ドロシーのやつ、珍しくちゃんと伝言できたみたいだな。そういえばお前ら、今日も勝ったそうじゃねえか。ドロシーのやつがはしゃぎながら帰ってきたぞ。まあね。それで、ナイアルさん、例のことなんですけど。あった、早速本題だよ。ほれ、主だった連中の経歴は集まったぜ。これって王国軍の？ああ、機密度は高くないが一応持ち出し禁止の書類らしい。無理を言って軍の知り合いに借りたんだから他言無用だぜ。了解しました。それじゃあここで読ませてもらっちゃうわね。アラン・リシャール大佐、七王歴1168年、リベール王国ルーアン地方で生まれる。士官学校を首席で卒業した後、カシウス・ブライト大佐率いる独立機動部隊に配属される。1192年の百日戦役においてカシウス大佐の部下として反抗作戦で多大な戦功を挙げる。カシウス大佐が退役した後、軍作戦本部のスタッフに抜擢され、組織改革に多大な功績を残した。1201年、情報部の設立を提案。アリシア女王陛下の承認を得て情報部の初代司令に就任する。なんというか首席だって。首席、確かに切れ者って感じだからね。シード少佐から聞いた通り、10年前の戦争で父さんの部下だったのは間違いなさそうだ。父さんって本当に大佐だったんだ。そんなに偉かったのになんで辞めちゃったのかしら。カローネ・アマルティア大尉、七王歴1175年、リベール王国王都グランセルで生まれる。士官学校を優秀な成績で卒業後、軍作戦本部のスタッフに抜擢される。1201年、情報部の設立と同時にリシャール大佐の推薦で情報部に移動。以後リシャール大佐の副官として作戦指揮の補佐をする立場にある。優秀な成績で卒業って、これまたエリートって感じね。任官されてからリシャール大佐の下でずっと働いてきたみたいだね。忠誠心は固いみたいだな。ドランス・ベルガー少尉、年齢国籍不明。傭兵部隊ジェスター傭兵団に所属していたところ、リシャール大佐の招きに応じて情報部の一員となった。それ以前の経歴は不明。あの仮面のやつってリベールの人間じゃないんだ。しかも元傭兵で経歴不明ってどういうことよ。わからない。イエーガーといえば最高ランクの傭兵部隊にのみ与えられる称号のはずだけど。へえ、そう、戦闘のエキスパートとして大佐が引き抜いたのかしら。うん、そうかもしれ。ジェスター傭兵団、どこかで聞いたことがあるような。ありがとうナイアル、なんとなく敵の姿が見えてきたわ。お役に立てて何よりだぜ。こちらも資料を調べてるうちに面白いことがいろいろと分かってな。面白いことで、例えば指名手配されている親衛隊のユリア中尉だが、士官学校でカノーネ隊と同学年だったらしいぞ。へえ、そうだったんだ。その割にはあの二人あまり仲が良さそうには見えませんでしたけど。なんでもお互い首席を争うライバル同士だったらしくてな。軍のカノーネ、部のユリアと皇太子な二人だったらしい。なるほど。
なんとなく想像できますね。ユリアさん、凛としてて昔の騎士みたいだったもんね。それからこれは軍とは関係ないんだが、お前らクローディア姫という名前を聞いたことあるか？クローディア姫、どこかで聞いたことあるわね。確か海難事故で亡くなった王太子夫妻の忘れ形見ですね。女王陛下のお孫さんにあたる。ああ、あまり有名じゃないが、直系中の直系とも言える女性だ。いつもはグランセル城の女王宮で暮らしてるらしいが、その姫殿下の見合い相手をある人物が探しているらしい。見合い相手か。お金持ちの家はそういうのも珍しくはない。なんだかちょっと気の毒よね。エステル、論点はそこじゃない。この場合ある人物というのが。さすが鋭いじゃねえか。おう、なかなか鋭いな。実際に他国に人を派遣して有力候補を探そうとしているのはリシャール大佐らしいんだな。やっぱり。でもおかしくない？なんでリシャール大佐がお姫様の結婚相手を探すわけ？だから面白そうな匂いがプンプンするんじゃねえか。というわけでそのあたりのことは頼んだから。え？明日の試合に勝ってお城の晩餐会に招待されたら、つまりそういうことですね。ああ、なるほどね。まったく、道理で気前よくいろいろと教えてくれるわけだわ。これだけ調べてやったんだ。ギブアンドテイクは当然だろ。確かに、いろいろと助かりました。仕方ないわね。何か分かったら教えてあげる。そうこなくっちゃな。ま、お前らに頼らなくてもうまくいけば今日中にも。もしもし、こちらリベール通信。ああ、お前か。ずっと連絡を待ってたんだぜ。何？今から。分かった、これからそっちでお茶を。何何？ちょっとしたやぼ用でな、今から人に会うことになった。大変ですね、もう日が落ちるのに。もともと俺は夜型でね。それはあのマイペース娘の新人研修をしてるうちに朝方に変えられちまったんだって。そんなことはどうでもいいか。俺はこれから出かけるが、お前らゆっくりしていけよ。うん、分かったわ。お仕事頑張ってね。お前らも明日の試合絶対に負けるんじゃねえぞ。さてと、私たちはどうしよっか。そうだね、とりあえずギルドに寄ってからホテルに帰るとしようか。ナイアルさんが調べてくれたことを報告しておいた方が良さそうだ。うん、了解。エステルさん、ヨシアさん、見事決勝に進んだそうですね。クルツさんたちは残念でしたが、いい試合だったと聞いていますよ。うん、白熱の勝負だったわ。でも先輩たちと比べると私たちってまだまだかも。確かにそうだね。ジンさんはもちろん、オリビエさんの銃とアーツにも助けられてばっかりだし、これからも精進が必要みたいだ。その心構えがあればもっともっと上に行けますよ。ところで今日は何か分かったことはありますか？はい、実は。なるほど、ロランス少尉というのはジェスター両兵団。聞いたことのない名前ですが、
調べた方が良さそうですね。ギルドと両兵団には交流があるんですか？いや、どちらかというと商売敵のようなものですね。我々は規約で国家間の戦争に関与することはできませんが、彼らの場合はそれ紛争の絶えない辺境などでは民間人の安全をめぐって対立することが多いんですよ。あんま好きになれないかも。でもそれなら情報なんて手に入りっこないんじゃない？そこはそれ、蛇の道は蛇と言いまして、情報を集めるのに 2,3 日はかかるでしょうから、決勝には間に合いませんが、それでも構いませんか？あ、うん、大会だけの話じゃないしね。よろしくお願いします。あとはクローディア姫の結婚相手を、実は少々それに関係する情報がないわけではありません。っていうと？どうやら女王生誕祭の当日にエレボニアの皇族が来るそうです。名前はまだわかりませんが、かの国の皇族がリベールを訪れるのは10年前の侵略戦争以来のことです。なるほど、先ほどの縁談話と関係がありそうな感じはしますね。エレボニアの皇族か、どういう人たちか全然知らないわね。っていうか帝国人の知り合いってオリビエくらいしかいないし。ちなみにクローディア姫は16歳になったばかりのはずです。確かに結婚を急がせるのは不自然と言えるかもしれませんね。え、そうなの？私たちと同い年じゃない。上流階級で言えば社交界にデビューする年だね。でも昔ならいざ知らず、その年で結婚は早すぎるな。そうまでして急がせる理由が何かあるのかもしれません。調べてみる価値はあると思いますよ。うん、分かったわ。無事にお城に招待されたらそのあたりも探ってくるから。そのためには明日の試合を何とかして勝たなくちゃね。うん、少々危険かもしれません。これをお渡ししておきましょう。え、これって？オート支部で管理している地下水路の鍵の一つです。グランアリーナの横にある入り口を開くことができますよ。ただそこから入れる区画にはかなり手強い魔獣がいますが。それこそ望むとこ。あいつらと戦う前にもう少し鍛えておきたかったから助かった。エルナンさん、ありがとうございます。何、これも受付の役目です。ただしあなたたち2人だけで入ろうとは思わないでくださいね。了解。朝ジンさんたちと合流したら入ってみることにするわ。わあ、もうこんな時間だわ。早くホテルに帰った方が良さそうだね。おい、そこの君たち。あれ、兵士さんたちどうしたの？我々は巡回中のものだ。テロリスト対策の一環として本日から夜間のパトロールを強化することになってな。それに伴って夜間の外出はなるべく控えてもらうことになった。君たちも早く家に戻りたまえ。夜間の外出を控えろってちょっと不便すぎるんじゃない？これも上の決定なのでね。申し訳ないが従ってもらおう。ところで君たちはどこに住んでいるのかね？僕たちは北外区にあるホテルに滞在しています。武術大会の期間中そこに泊まっているので。武術大…待てよ、君たちの顔ど…あ、この子たち武術大会の決勝に勝ち進んだ。言われてみれば。あ、兵士さんたち見物してくれてるんだ。警備のついでにね。特に今日の試合は白熱の展開で興奮させられたよ。明日は決勝戦なんだろ。ホテルまで送っていくからゆっくり休まなきゃダメだぜ。わかりました。お言葉に甘えます。送ってくれてありがとう。どうもお世話様でした。なーに、自分たちは君たちのファンだからな。同じ王国軍なのにこういうことを言うのもなんだが、あの特務部隊の連中はいまいち
好きになれなくてね。そうそう、何を考えているのかさっぱりわからないというか。トト、こんなことを言ったらリシャール大佐に失礼だな。ま、そんなわけで君たちの活躍には期待してるよ。明日の試合頑張ってくれよな。どうも。精一杯頑張ります。なんだか複雑ね。あの人たち本当に大佐の陰謀を知らないみたい。情報部の人間ならともかく、彼らはただの一兵卒だからね。上官から伝えられた情報をそのまま信じてるんだろう。私たちの応援もしてくれてるし、あんまり敵対したくないな。どちらにせよ一般兵とはことを構えない方が賢明だろうね。今夜はもう外出しないで部屋で休もうか。うん、オッケー。試合に備えて、今日はなるべく有事に備えて常に対。物音がしなかった？部屋に入ると同時に臨戦態勢のまま状況確認を。え？多分侵入者だ。爆発物が仕掛けられている可能性もあるから気をつけて。ちょっと冗談でしょ。頼むから僕の言う通りにして。何だったらここで待っていてくれても構わない。冗談。覚悟はできてるから、とっとと中に踏み込みましょう。了解。あ、逃げられたみたいだね。でもおかしいな、人のいた気配がない。トラップも仕掛けられてないみたいだ。そんなことまでわかるの？どうやら置き土産はこれだけみたいだ。それって今夜10時、大聖堂まで来られたし、くれぐれも他言無用のこと。それだけ？大聖堂って西街区にある大きな教会のことよね。今夜10時っていうことはもうすぐか。怪しさ大爆発だけど、虎穴にいらずんばとも言うし。ねえヨシア、ここはお誘いに乗ってみない？ダメだ。どうしたの？ごめん、大声を出して。ほら、さっき兵士たちが夜のパトロールを強化してるって言ってただろ。西街区までは離れているし、見とがめられる可能性が高いよ。あ、忘れてた。だからといって放っておくのも気持ち悪いし。だから僕一人で行ってくるよ。え？こういう時は二人よりも一人の方が行動しやすいからね。兵士たちをやり過ごしながら大聖堂までたどり着けると思う。様子を確かめるだけなら僕一人で十分だと思うんだ。だから君はここで待ってて。こら。え？私だって遊撃士の端くれよ。自分のことは自分で面倒見られるし、足を引っ張らない自信だってあるわ。もっともらしいこと言ってもごまかされないんだからね。エステル、僕はそういうつもりじゃ。私を信用してないわけじゃないのは分かってる。心配してくれているんだろうけど、多分それだけでもない。何か心当たりがあるってとこ。そんな素振りも見せてないのにどうしてそこまで分かるんだい？そりゃ私はヨシア観察の第一人者だもん。なんとなく分かっちゃうんだってば。ここまでか。え？分かった、もう止めないよ。指定の時間までもうすぐだし、急いで大聖堂に向かうとしよう。あ、うん。でも約束してほしいことがある。何かあったら
必ず僕の指示に従ってほしいんだ。一瞬の判断ミスが命取りになるかもしれない。うん、わかった。それじゃ急ぎましょう。巡回してるみたいだね。もし兵士たちに見つかったらホテルに連れ戻されると思う。兵士たちの巡回をかわしながらなんとか大聖堂までたどり着こう。うん、箇所を監視している兵士には確実に見つからないようにするには遠回…なるほど。あと夜で視界が悪くなっているからよほど…あとそれぞれ決まったルート…了解。一箇所を監視している兵士には確実に見つからないようにするには遠…兵士が減ってきたみたいだけど、兵士が減ってきた。そろそろ夜間のパトロール。だいぶ兵士が減ってきた。そろそろ夜間のパトロール。兵士が減ってきたみたい。そろそろ夜間のパトロール。兵士が減ってきた。そろそろ夜間のパトロール。だいぶ兵士が減ってきた。そろそろ夜間のパトロール。
いぶ兵士が減ってきたみたい。そろそろ夜間のパトロール。だいぶ兵士が減ってきたみたい。そろそろ夜間のパトロール。気を抜かないで、エステル。先に僕が入るから。ごめん、エステル。僕の勘違いだったみたいだ。え？来てくださいましたか。あなたは？ひょっとして、周遊道で会ったシスター？その説はどうもありがとうございました。よくあんな伝言でここまで来てくださいましたね。あの手紙、シスターのものだったんだ。でも一体どうしてこんな思わせぶりなこと。なるほど、ようやく気づきました。あなただったんですか。え？ヨシュア君はなかなか鋭いな。では失礼して、暑苦しい服は脱がせてもらおう。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。久しぶりだな、エステル君、ヨシュア君。来てくれると信じていたよ。お久しぶりです、ユリア中尉。ルーアンの発着場でお別れして以来ですね。ああそうだな。さほど経っていないのに随分と昔のような気がするよ。ちょっと待って、なんでユリアさんがそんな格好をしているわけ？それとどうして私たちをこんな場所に呼んだりしたの？一つ一つ答えさせてもらおう。まずこの格好だが、七葉教会はリベール王家と昔から深いつながりがあってね。リシャール大佐の陰謀によって追われることになった我々をいろいろと助けてくれているのだよ。そうだったんだ。もう一つの疑問だが、君たちを呼んだのは他でもない、明日の決勝で勝利したら城の晩餐会に招待されるだろう。その時にグランセル城にいる女王陛下と接触してほしいのだ。虫のいい頼みなのは分かっている。だが手配された我々にとって城内に入り込む術は存在しない。もはや君たちだけが頼りなのだ。なんというか偶然ね。僕たちは陛下と会うために武術大会に出場しているんです。そんなことがあったのか。おう、エイドスよ、大いなる慈悲に感謝します。ならば私の方から君たちに頼むことはただ一つ、苦境にある陛下の相談に乗って差し上げてほしいのだ。うん、もちろんそのつもりよ。内政不干渉が原則とはいえ、この事態はさすがに見過ごせません。できる限りのことをさせていただくつもりです。かたじけない。それではこれを持っていくといいだろう。これって城の助官長をされているヒルダ夫人という方への紹介状だ。多分陛下は
あの特務兵たちに厳重に監視されていると思うが、身の回りを任されている夫人なら君たちを陛下に引き合わせることができるかもしれない。へえ、そんな人がいるんだ。わかりました。その人を探して相談してみます。よろしくお願いする情けないことだな。え？関係に陥れられて守るべき方を守れなかった屈辱。たとえこの命が果てようとも、奸賊を討ち陛下をお救いすることで晴らさんと誓ったばかりなのに、君たちに力を借りるしかない無力な自分が情けなくてね。そんなに自分を追い詰めなくても。それに申し訳ないけど、明日の試合で私たちが負ける可能性だってあるんだし君たちならきっと大丈夫だろう。あのカルバードの武術家殿も大した腕の持ち主のようだが、なんといっても君たちはあのカシウス大佐の子供なのだから。え？ユリアさんも父さんのこと知っているの？王国軍切手の知将にして剣聖と呼ばれた最高の剣士。退役前に士官学校の武術教官をなさっていた時にご指南いただいた。私の剣の師匠ともいえるお方さ。信じられない。父さん棒術しか使わないのに。退役して遊撃士となった時に剣は捨ててしまったらしいな。ただ敵を断つだけでなく、強きをくじき弱きを助ける、そういう精神の象徴として棒術を選ばれたと聞いている。そうだったんだ。私の棒術にそんな意味があったなんて。その精神は間違いなく君にも受け継がれていると思うよ。誇りに思ってもいいんじゃないかな。よしは、カシウス大佐が鍛えた君たちだ。必ずや優勝できると信じているユリアさんにそう言ってもらえるとなんだか自信が湧いてきちゃった。全力を尽くします。失礼、王都警備隊です。現在テロ対策の一環として主要施設の見回りをしております。夜分遅くに申し訳ありませんが、中を改めても構わないでしょうか。やば。まあご苦労様です。少々お待ちください。すぐに鍵を開けますから。祭壇部屋の方に外に通じている裏口がある。君たちはそこから行くといい。うん、分かったわ。ユリア注意もどうか気をつけてください。巡回を避けてるうちにこんなところまで来ちゃったわね。もうこっちの方には兵士はいないみたいだけど。うん、人の気配はないね。そろそろ夜間のパトロールも終わりみたいだ。少し休んでからホテルに戻ろうか。オッケー。うん、いろいろありすぎてなんか頭がパニック状態かも確かに。まさか大聖堂で待っていたのがユリア注意だとは思わなかったな。あ、そういえば結局ヨシアの心当たりはユリアさんじゃなかったのよね。ひょっとして前に会ったことのある人とか。それはごめん、今のなし。ルール違反。エステル、ヨシアが話す気になるまで出会う前のことは聞かない。気をつけてはいるんだけどついつい忘れちゃうのよね。エステル、僕は君と旅をしてきて少しは強くなれたと思うんだ。え？同じ空の下で生きている様々な人々の様々な人生、響き合う人の思いと思い、
そんなものに触れることでなくしたものを取り戻せる。そんな気がしていたんだ。ヨシア？多分それは錯覚なんだ。だけどそれでも僕は君と一緒にいられることを感謝したいと思っている。この空と父さんと何よりもエステル、君に。ヨシア。だから約束する。今回の事件が片付いて父さんも無事に帰ってきたら、僕の過去、君と出会う前のことを話すよ。本当？うん。この星空にかけて約束する。よし、決めた。エステル？なんていうか、モヤモヤが吹っ飛んじゃった。私も全部片付いたらヨシアに話すことがあるから。え、ああ、もしかして例の悩みのこと？そうそう、それそれ。覚悟してもらうからね。覚悟っていつでもできてるつもりだけど。だったら今すぐにでも。やっぱりそういうのってタイミングがあると思うし、シチュエーションはすごくいい感じなんだけど。もうよくわからないけど、落ち着いて話をするためにも明日の試合は負けられなくなったね。もちのろんよ、あんな連中に邪魔されるもんですか。乙女のパワーで特務兵どもをぶっ飛ばす。ぶっ飛ばすって君ってやっぱり父さんの娘だな。何よ、失礼しちゃうわね。あんな不良中年とどこが似てるっていうのよ。うん、そうだな。なんだか僕も明日の試合勝てそうな気がしてきたかな。まったく昨日は災難だったよ。ほろ酔い気分で大使館に戻ろうとしたら兵士たちに難癖つけられてね。テロリスト対策とやらで夜間のパトロールが強化されていたらしいな。お前さんたちは大丈夫だったか？ええ、昨日は早く休んだので特に問題はありませんでした。それよりもエルナンさんからいいものを借りてきちゃったわ。おお、そりゃ助かるな。あの兄ちゃんまだ若いのに随分気配りが効くようだな。そういうわけで午前中は地下水路に降りてみましょう。もう一つの入り口はアリーナの隣にあるそうです。晩餐会のために最後の一頑張りと行こうか。